皆さんこんばんは。本日はこちら鉄板焼き酒場いくらさんをご紹介したいと思います。場所はここ天神南駅から徒歩5分のところに、本日ご紹介するお店鉄板焼き酒場いくらさんに到着です。オープンからすでに大行列ができるほどの超人気店。アトラクション感覚でワクワクしますね。メニューはこちら。ランチはシンプルに4種類のみ、その中でも大人気のハンバーグオムライスをいただきます。店長さんが作るオムレツがあまりにも芸術的だったので、今回は出来上がるまでをノーカットでお届け。さあ、開始のゴングとともに、有無を言わさず両サイドからヘラがリングイン。開幕からその手を止めずにラッシュの連続。これには卵生地も防戦一方です。鮮やかに包み上げるその攻め方は、蝶のように舞い蜂のように刺す、まさに伝説のボクサーモハメド・アリを彷彿とさせるかのような怒涛の手際。瞬き厳禁のその立ち回りに、もうすでに卵は包み込まれている。そのまま仕上げを決めに来ているそのヘラには、いったもの思いが込められているに違いありません。どうですか、解説のアキさん。いやー、本当に見事な手際で見事やる。おっと、言ってる間に終了のゴングと言わんばかりの手形を押し当てたら、極上のオムレツが完成です。はい、店長さんの技術が光るハンバーグオムライスがこちら。上に鎮座しているオムレツは表面が滑らかで、本当に芸術的にプチプチ。もったいないですが、そっとオムレツを割ってみると想像以上にトロトロと溢れてきます。隠れているハンバーグは外カリ中ジュワの単体でも主役級の威力を発揮。こっそり追加したチーズも素敵に主張。そんな一流たちをまとめ上げているデミグラスソースも最高です。おいしい。博多に来たら一明太必須ということで、博多明太クリームソースバージョンもオーダー。開封の儀をきちんと終えた後、すかさずお口に運ぶと、トロトロオムレツに優しい明太クリームと中の大葉がいいアクセントになっていて、またデミグラスと違った美味しさに出会いますよ。 SNS で大バズりの鉄板焼き酒場いくらさん。作っているところを見て楽しい、食べて見せられて美味しい、そんな博多の激アツスポットに出かけてみてはいかがですか。ごちそうさまでした。シャバダバ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 